はい、皆さん、こんにちは。ゆすひこです。それでは今回なんですけども、メルペ後払い増額、キャンペーン後の支払い方法追加情報、松屋でメルペ200ポイント還元キャンペーンということで、今回はメルペの後払いについての追加情報と、そして松屋でのメルペのポイント還元についてお伝えしていこうと思います。まず、メルペの後払いについてですが、こちらの以前の動画を見てない方がいましたら、そちらを先にチェックしてみてください。その時に7月の支払い方法についての解説をしています。その時の僕の動画ではコンビニ払いをお勧めしまして、それに加えて視聴者さんからのコメントで、メルペの残高払いも可能ということでした。もしですね、まだ支払いがまだの方でしたら、残高払いも利用するといいと思います。ちなみに僕の場合は、口座設定をして、メルペの画面上では、反映が遅くなるみたいな表示がされていたんですけども、うまく設定がされていたみたいなので、このまま口座引き落としで払おうと思います。また、以前のこちらの動画でメルペの後払い枠が1000円だったということをですね、お伝えしたと思うんですけども、なんとですね、利用枠が1000円から1万5000円までアップしていたんですよね。まあ多分キャンペーンとかない限りは後払いっていうのを使うことはないとは思うんですけども、やっぱり利用枠の基準というのは少し謎がありますね。まあけどやっぱちょっと嬉しいです。で、あと、この支払いが遅れた場合についてなんですけども、こちら、今回は公式のページを引用してきました。で、そのまま読むと、支払い期日までに購入者が支払い債務を支払わなかった場合、メルペイ社は当該購入者に対し、年率 14.6% の遅延損害金を請求することができるものとしますという表示がありましたので、もしですね、メルペイの後払いを使用する際には、こちらについてもやっぱ気をつけておく必要というのはありますね。まあ、さすがに 14.6% ってのはデカすぎるので、しっかりと遅れないように支払いを忘れないようにしましょう。あと、キャンペーン情報ですね。こちらメルペイのキャンペーン情報ということで、松屋とプロントのクーポンが出ていまして、プロントに関しては、ソルティースイカジュース M サイズ440円が240円になります。で、松屋では200ポイント還元のクーポンがありまして、こちら201円以上のお会計で使えます。なので、松屋の牛飯が実質120円で食べれることになります。で、こちらのポイントに関しては、使った翌日に付与されますのでご注意ください。ちなみにまだメルカリの登録をされてない方がいましたら、こちらの招待コードを入力したら300ポイントゲットできますので、初めて見たいという方がいましたら下の概要欄もチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。